日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。急がないとノルマが達成。あ、よし、ノルマ、えい、えい、よし、やった。今日もバトンにバイトに疲れたなぁ。というわけで癒しタイムです。現在31で行われているスプラトゥーン3コラボアイスクリームケーキ食べたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、さすがにちょっとこれアイスクリームケーキを落としたら大変なので、持って見せられないので、ちょっと別に写しましたけど、大体こんな感じになって、アイスはスプラトゥーン3コラボの生かすソーダグレープにね、合ってるよな。そうだそうだ、生かすソーダ&グレープを6個チョイスしました。レギュラーは以前食べてますからね。なので溶けないうちにいただきますね。でもピックはさすがに食べられないのでどかします。イカちゃんじゃないわ、これはイカちゃんだ。あ、そうだ、イカちゃんだ。イカちゃんの出番めっちゃ短かった。はい、それではいただきます。アイスでも生かしてる。めちゃくちゃ生かしてますよ。口の中で弾けますし、舌の土台も大人の苦味が効いた味わいで冷たく届けてくるのが心地いい。もっといろんなアイスで食べたくなるような、そんなケーキですね。また生かしたコラボしてほしいです。溶けるのが嫌で早く食べたかったので、結構なんか根本的な説明を省いてしまっていたのですが、改めて一から説明しますと、サーティワンにはこういうサーティワンデコケーキというのがあるんですね。なんかこのホワイトまたはパステルブルーの土台の上にアイスお好きなアイス6個を乗せて、こういうポップとかバルポップとか、今回のスプラトゥーンセットにはバルーンはなかったかな。ポップだ、ポップかバルーンだ、ポップと、そうだ、一緒についてくるわけじゃないんだこれと、チョコペンセットというものがついてで、今回はスプラトゥーンコラボなので、このポップはスプラトゥーンのものになって、さらに専用の台紙とかもついてるんですね。そしてこの下の土台部分についてですね、自分は今回パステルブルーを食べました。キャラメルリボンもチョップドジョーノも結構苦味の効いたアイスクリームで、なんかそこまで甘さは感じず、苦めで大人の味わいといった印象ですね。ただ小さなお子様には若干向かないかもしれないので、ご家族で食べるのであればホワイトの方がいいかもしれません。ホワイトの方もまたレビューしてみたいと思います。で、今回は先ほども言いました通り、自分は31のレギュラーはまあなんだっけな、どれだどれ、マスクメロン、のシャーベット以外は以前食べていますので、今回でこのレギュラーフレーバーですよ。期間限定フレーバーは食べてないです。レギュラー、そうだ、また説明不足だ。この生かすソーダグレープを6個乗せました。シュワッとしたソーダと中に入っているチョコパフのカリカリ食感が美味しかったです。グレープはあまり感じなかったです。で、なんか黄色と青のソースが垂れてたとは見えたと思うのですが、あれはどちらも味は同じでした。ちょっと薄めの練乳のようなまろやかなミルクの味わいですね。なので、どちらを多くかけて縄張りバトルを勝たせてあげるかはあなた次第ですね。というわけで、今回の31アイスクリームコラボスプラトゥーン3コラボアイスケーキ、とっても美味しかったです。また別のゲームやフレーバーも食べてみたいですね。というわけで、今回食べたケーキは5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。